今回行われる格闘代理戦争ザ・マックスは総合格闘技での戦い。優勝賞金300万円をかけた戦いがいよいよ明日開幕。これまで監督として6名のレジェンド格闘家たちが参戦を表明。残るは2枠。7枠目に控える監督はミスター X。 ミスター X にオファーすべく向かったのは千葉県柏市にあるこちらのジム。格闘代理戦争のスタッフです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。最強の格闘サラブレッド鶴谷玲、プロデビュー後9戦無敗、現フライ級キングオブパンクラシスト。先日行われたロードトゥ UFC トーナメントのフライ級で優勝し、見事 UFC との契約を勝ち取った、まさに日本格闘技界の次世代エース。格闘代理戦争って知ってます？は、まあそうですね、まあちょこちょこ見たことはありません。今回、はい、通夜選手に監督として出演してもらいたいんですけども、はい、いかがですか？はい、もちろんお願いします。いいですか？はい、ということで鶴谷玲参戦決定。もう自分は選手としてじゃなくて、うん、その監督になってそういう立場からでもしっかりできるんだってことを、はい、そうですね、ちょっと分かってもらいたかった。なるほど、はい、今回初めて監督として臨む鶴谷。参戦が決定している他の監督については、なんか意識する選手とか監督いらっしゃいますか？中村選手とかのペアのところとかはやっぱ中村選手もレスリングもできるし、そこを自分と同じところあるんで、そこでやっぱ負けれないなっていうのはありますね。しかも2人でやってるんで、相当多分作戦とかもかなり練ってきたりしてるんじゃないかな。分かんないですけど、青木さんはどんな印象っていうか、まあ自分の試合も試合で負けてるんで、当たったりするんだったら、まあそこでしっかり借り返したいなっていうのはありますね。まあ、強いですけど、まあでもまあこの代理戦争ならまあ全然勝てるのかなって感じはしますけど。さらに平本蓮あたりだったらまあ勝てるんじゃないかなと思うんですけどね。実力的なことじゃないですけど、まあその口だけすごいあれなんで。口だけだと。口だけっていうか、まあそうですね、3勝3敗なんで、まあそうですね、口だけなんですかね。どうなんですかね。かなり自信あります？はい、いやまあ受けたからにはしっかり優勝したいなっていう気はあります、もちろん。自信満々の鶴谷が推薦するのはどんな選手なのか。こんにちは。こんにちは。こんにちは、モルイシッサです。モルイシッサさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鶴谷と共に頂点を目指すのは諸石一茶、24歳。格闘技歴わずか2年ながら、デビュー後は2戦2勝、ポテンシャルの高さがうかがえる。さらにこの男、ただ者ではなかった。格闘技やる前とかっていうのはなんかスポーツ歴みたいなのあるんですか？格闘技やる前はサッカー、一応全国とか経験したりして。全国出てるんですか？全国選手権、インターハイで、ベスト8どっちも、はい、なって。なんとサッカー強豪長崎総合科学大学附属高校で全国大会にも出場したサッカーエリート。なんとかの昔あの国見高校の監督だった小峰忠俊監督って方が。小峰さんってあれですよね、高校サッカー界の名将っちゃ名将ですよね。あ、そうですそうです、はい。あの方に習ったんですか？あ、そうですね、はい。え、やばいんじゃないですか、じゃあ。やばいっすよ。サッカーボールキッカーだから。サッカーボールキッカー。
っぱキックはコミネイズムというか。そうですね、もうずっとやってるんで、当たったらやばいと思います。まあどちらかといえばストライカーなんですけど、なんか結構、まあ、全然ビビんないで打撃ガンガンいく感じなんで、まあ、当たれば倒れんじゃないかどの相手でも、はい、って思います。小峰監督に鍛えられたキックをはじめ、得意とするのは打撃。諸石が格闘技を始めたきっかけ、それはストリートファイトです。ストリートファイトね。サッカーとストリートファイト、はい、バックボーンはそこですね。それは長崎でちょっとストリートファイト。そうですね、そうですね、はい、なんとストリートファイト。結構やっちゃしてた。まあそうですね、まあ自分で言うのもある、はい、まあ、ストリートファイトみたいなところから格闘技に乗り込んできましたけど、それは何でなんですか。相手いなくなったんで強く探しました。一人じゃ相手になんなかったし、もう数人とかでも相手にならなかったんで、本当に強いやつ戦いたいなと思って来ました。そんな荒ぶる喧嘩天ボス諸石の実力を見てみよう。行くときは行って、そのフェイント見せる、タックルのフェイント見せながらも行くから、そう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 、いいね、そうそう、そういうの下見せて、上見せて、そうそうそう、タックル行かなくてもいいから、そうそうそう、フェイントにもフェイント相手を、そうフェイント、そうそう、そういうのにね、フェイント効くよ、上下上下、そう混ぜる、そう、その後タックル、その後タックル、そう相手が組んできた離れ際タックル、打撃一番大事ですよ。ジャブ見せて、ジャブ見せてタックル、ジャブ見せてストレート、そうそう、ナイスタックル、いいね、タイミングナイス、しっかり倒しましょう、そこ、そう肩パンでもいいですから、肩パン、そうそうそう、肩でもいい、肩でもいいですよ、肩パンでも、肩でもいいですからね、そこ、そこあんま力使いすぎませんよ、試合だと力使いすぎて、そこ腕パンパンになるから、そこしっかり打撃当てる、そう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 、ちょっとタックルのモーションが大きいっていうか、全部なんか僕打撃やってる時に全部タックルいくとき、こうタックル全部フェイントになっちゃうじゃないですか。例えば俺だったらこうやって、これだけのフェイントなんですよ、別に入んなくてもこれだけのフェイントなんですよ。それが全部一足全部これになっちゃったんで、別にスワッと入れればそのまま倒せるし、このままでも、だからそんな大きいフェイントじゃなくていいですね。 これから USC 本当世界で活躍するような USC チャンピオンになる選手なんで、自分としてはもう本当に一緒にこう格闘代理戦争でこうやって一緒の舞台でやれるのっていうのは、まあ、心強いし自信持って戦います。二人は日頃から共に練習を積む仲間、課題を指摘し実戦を交え克服していく。すごい自信満々でいつも伊勢くんなら優勝できるんじゃないかなと思ったんで。どうですか、そう言われてますけど。いや間違いないですね、はい、はい、誰が相手でも、うん、自分が主役の大会なんで、皆さんが注目しててくれたら俺やるんで、はい。鶴谷レイ推薦、荒ぶる喧嘩天ボス諸石一茶はどのような戦いを見せるのか。そして残るはラスト一枠の一般公募。山本歩君がですね、ちょっとあの腰と尻をちょっとね怪我してしまいまして、腰椎分離症です。ちょっとまあ練習と試合ができないって感じで、怪我により2組が出場を辞退するという緊急事態。しかし多数の応募者の中にはまだ逸材がいた。そんな逸材に会うためスタッフは埼玉県大宮のとあるジムへ向かった。こんにちは。格闘代理戦争という番組なんですけども、田島さんっていらっしゃいますか。はい、よろしくお願いします。あ、お願いします。監督として応募をくれたのはこの若き青年。実はこの男、パンクラスの元暫定チャンピオンまで行きました、はい、パンクラスネオブラッドトーナメントバンタム級で優勝を飾った若きグラップラー。彼にはある思いが。2021年にあのアベマの企画で格闘ドリーマーズっていうのがありまして、やっぱ自分なんか全然無名なんですけど、外敵役としてあのやっつけてあのボコボコにしていろんな人に声かけてもらったりとか、いい思いでしたんで、はい、ぜひ自分の
下の子にもそういう思いをさせてあげれたらいいなと思って応募しました。そんな思いを胸に彼が推薦する選手とは。こんにちは。太田道場の松岡拓です。よろしくお願いします。同じ道場に所属する直属の後輩、松岡拓、21歳。格闘一本でやってるんですか？いや、今学生やりながら格闘技やってるって感じです。あ、大学生なんですか？はい。人生で初めて受ける取材にちょっと緊張気味な松岡。実は格闘技歴2年という浅いキャリアながら、格闘家としての素質は監督の田島も太鼓判を押す。選手と監督っていう感じになってるんですけど、はい、まあ先輩後輩みたいなで、あり練習仲間でありみたいな感じですよね。松岡君なんかまだ始めて2年ぐらいですけど、もう全然勝負できるんで、やっぱそれって松岡君の性格の素直さとか、はい、やっぱ言うことをしっかり聞いてそれを修正してとか、やっぱそういういい子なんで、そういうところでやっぱこいつだよなっていうところですね。はい、確かに伝わってきますね。あ、ありがとうございます。謙虚な姿勢で先輩から技術をいち早く吸収し、昨年アマチュアシュートで全日本3位になるなど徐々に頭角を現してきた。おとなしめな性格の松岡だが、格闘技への思いは熱い。自分たち知名度ないんで、で相手は全員に知られているような選手たちじゃないですか。そういう人の教え子たちをどのぐらい強く倒せるかっていうのをやっぱ見せてみたいですね、はい。そしてもう一組、向かったのは新宿歌舞伎町のとある雑居ビル。恐る恐る入ってみると、お世話になります。はい、すいません、はい、あのアベマの格闘代理戦争というスタッフなんですが、はい、鈴木さんで、はい、そうです、間違いないですか？はい。ちょっとこわもてなこの男性、一体何者なのか。ここなんか事務所っぽいんですけど、ええ、ここは何なんですか？ここはですね、行政書士事務所ですね。一応僕が運営してるところですね、はい。行政書士の資格を持ってお仕事されてる？それなかったら大変なことになるんで一応有資格者です。歌舞伎町で行政書士？本当に監督なのか？失礼ですが、格闘技経験はあるんですか？実はちょっと昔、10年ぐらい前にはちょっと現役から退いてるんですけど、海外の団体で一応ウェルタ級のチャンピオンまで行ってます。行政書士と格闘家の二足のわらじを履きながら、アジア最高峰の格闘団体で王者に輝いたとんでもない実力者だった。引退後の現在もなお行政書士の傍ら後進の育成など格闘技に携わり続けている鈴木。一体どんな選手を推薦するのか。うちで結構センスあるっていうか、まあ、資質が高い選手が一人いて、当て感に関するものはまあ本当に自分なんかよりも全然なんかこう、まあ、資質があるというか、うん、アマチュアレベルではないですよね、はい。果たして鈴木が自身の格闘センスを超えると断言した推薦選手とは。あそこにしっかり入ってる人間ですね。はい、どうなんですか？あ、補助。彼ですね、はい。星野高正です。星野選手、はい。まあ本当にもう見たまんまビジュアルの通りに荒々しい戦い方する、はい。星野高正、25歳。初めて出たのが地下格闘技で、それが17歳ぐらいの時なんで、なんだかんだもう7年、8年ぐらい、地下で2本出ると思ってます。17歳の頃、ストリートから地下格闘技界へ進むと、持ち前の格闘センスで2つのタイトルを獲得。そして星野は現在、さらに技術を磨くため鈴木の元で手稽古修行中。これはこうなっちゃうと崩されちゃうから、あ、
前に行く、キレだけの選手っていわゆるパンチが軽かったり攻撃が軽かったりするんですけど、彼の場合はキレももちろんあるんですけど、重さがあるんですよ、硬いんですよね。新たに現れた2組の応募者たち、そんな2組に用意された選考方法は、一般応募同士で対決してもらって勝った方が本戦出場できればと思います。おお、いいっすね。そのなんか有名な格闘家のなんか推薦みたいに最初から決められた枠じゃなくて、そのなんか知名度がない2人が戦ってっていうのはめちゃめちゃ燃えますね。いや、もう自信はバリバリありますね。自分もあります、自信は、はい。果たして最後の一枠を手にするのは、おはようございます。あ、もうやる気満々できました。監督は選手は自分も準備できてます。いつでも大丈夫です。いきます。どうですか。いや、調子いいんじゃないですかね、多分わかんないですけど。人生を変える第一歩を踏み出すのは、膝も見せて、膝も打たなくていいから膝、そう、そう、それ行こう。一般枠争奪戦、松岡拓 VS 星野孝正。青コーナー、田島亮監督推薦、松岡拓。今ケージに足を踏み入れました。現役大学生、21歳169センチ、アマチュア MMA の戦績は15戦10勝5敗、昨年のアマチュアシュート全日本選手権3位をもってプロ昇格。続きまして赤コーナー、鈴木信達監督推薦、星野孝正、25歳です。ニックネームは路地裏の喧嘩王、なりわいも建築業、これも結果トレーニングの一環となっているか、地下格闘技出身、 MMA アマチュアで25戦21勝4敗15の KO 勝利を収めています。試合は3分2ラウンド、インターバルは1分間、マスト判定により勝敗が決まります。それでは両者中央、黒いラッシュガードをつけているのが身長175センチ6センチ松岡より高いアドバンテージか星野。よく見とけ。2ラウンドマッチ、3分はあっという間です。第1ラウンド、お互いオーソドックススタイル、右ローキックからは松岡、左のパンチしなやかに星野が放っていきます。犬の一発、指で触れというセコンドからの声も飛んでいます。ケージの中央、飛ぶようにして膝、星野が連発。さあ、ここは首を選択してくる、シングルレッグから腰回り、捉えるのが松岡です。松岡がまずこうしてケージに星野を押し込んでいます。練習も十分、とても熱心だというのが松岡、21歳、4歳年上星野、これをどう対するのか、左の腕を差し込んでいるか、左四つ、この体勢です。プレッシャーをかけるのが松岡。膝打てるか、膝。さあ、指導したことに対しての吸収がとても早いというのが松岡、今もそのスポンジ状態、試合の中でも成長していくんでしょう。頭を相手の左横につけて、さあテイクダウンを狙う体勢、まだブレイクは入りません。攻め続けているという松岡の体勢、ここでブレイクです。レフェリー一旦ブレイク、スタンドの状態、星野右ストレートから左フック、そして今度は星野が押し込んでいます。頭の位置も低くする、右ストレート、松岡も返す、足を払うようにした、トップを取っています。松岡この体勢、結果上を取ったのは松岡です。時間もすぐになくなってまいります。1ラウンドは3分間、下から足を効かせることができるか星野、まだ今はスペースがない状態です。松岡、力使えない、力使えない、下からパスできるか、下からはクローズドガードの体勢、すぐに立つという体勢ではありません星野です。ケージ使って立ってみるぞ、ケージ使っても、そうそう、
セコンドからの攻撃、うなずいて星野。しかしゲージをこうして後ろに見て右腕の自由を奪いながらの攻め、松岡左のバウンド殴り続けていきます。さあ足でしっかりとフレームを作って松岡の攻撃、ここからハーフバックの体勢、柔術柔術という声が飛んでいます。首回り左の腕を松岡回し込んでいきますが、ここで立ち上がります。まだ外さない外さない、左の腕を刺しています。左四つの体勢、立ち上がる、右を刺せというセコンドの声、これは星のサイドか。時間がなくなってくる。なるべく嫌がらせるようにしながら松岡プレッシャーをかけ続けていきます。組んで右足こうして前に構えて力を加えていきます。さあ何を見舞っていった星野、ここで第1ラウンド終了です。ケージに押し込まれた星野だったんですが、最後は投げを見舞っています。組の展開が多く見られました第1ラウンド。なるべく殴っていきたいという星野高正だったんですが、セコンドアウトの声、1分間のインターバルもあっという間に過ぎていきます。膝気をつけろ、膝気をつけろ、膝振ってくるからな、膝を気をつけろという声が飛んでいます。星野の得意技の一つでもあります、フックを振れという松岡の声、左フックから、さあ左を刺していく、これをさばいて回る、回るのが黒いラッシュガードの星野、パンチからどうだ、星野回り、こうして組んで組んで松岡の戦略です。2ラウンド目、さあさあクラッチ組もうか、クラッチ打撃の攻防から先手を取ったのは松岡か。またこうして第1ラウンドのリプレイかのように自らの道を進んでいこうという戦いのようです。昨年プロ昇格を果たしている松岡、格闘技を始めて現在2年目、本戦出場を決めて有名監督たちを、その推薦選手たちを見返してやりたいというのが22歳若い松岡、右を刺す2本刺した状態です。いわゆるもろ差しですが、レフリーはブレイクを命じています。スタンドのローダー、このパンチもかわす、ダブルレッグの体勢、さあリフトアップできるか、これでテイクダウンに、さらに確固たる形に持ち込みたいのが松岡。下から星野はやや苦しくなってきたか、まだ右足を効かせています。地下格闘に二冠王、路地裏の喧嘩王、その拳は空を切っています。そして今はヒッティングの状態、立ち上がる、星の強さを見せる、ならばと抱え上げてくる、ギロチンチョークの体勢を取ることはできないようです。星野叩きつけた、その流れの中で左足は抜けています。トップを取った赤いスパッツ松岡、殴っていく、腰の強さ、さあそれでも首回りしっかり捉える、ボディを両足でロックしてくるのが松岡です。マタイロヨシカ、このグラウンドの攻防です。後ろから殴る、リアネキのジョークの体勢、体が伸びれば危うい星野、足を気をつけろと声も飛びますが、ケージウォーク、ケージからは離れています。右を殴った、左の前腕部は首の下、きっちり捉えているように見える松岡の攻めです。後ろからの攻め、足もしっかり相手の体をロックして体勢を整えたいところです。松岡、本戦出場をかけた大切な戦い、一本勝ちでアピールしたいのは当然です。松岡、対する星野、顔面が膨張してきた、早く立ち上がりたい、この体勢から脱出したい。レギュリーも様子を伺う中、この体勢へ溶かして随分長い時間が経っています。どうだ、右足の位置も後ろから変えてきた松岡、右で殴りながら、クモンの表情は星野、後ろから殴り続けながら松岡、ここで試合終了です。それでは採点を発表いたします。ジャッジ土佐20対17、青松岡、まず1票松岡。2人目です、
ジャッジ上松、20対17青松岡、3人目ジャッジ豊永も20対17青松岡、これにより判定は3対0ユナニマスデシジョン、勝者松岡拓。さあ本戦への切符を手にしたのは田島亮監督、そして松岡拓選手です。勝利した松岡選手、本戦に向けて一言よろしくお願いいたします。自分は名前もないし全然まだ強いとも言えないんですけど、本戦で格闘技ファンや格闘技やってる人たちにバカにされないように勝っていきたいです。よろしくお願いします。で、まあ、ここからが勝負なんで、しっかり本戦で戦っていけるようにもう一回頑張っていこうと思います。はい、最後の一枠、一般公募は田島監督推薦松岡拓に決定。これで全ての枠が出揃った格闘代理戦争ザ・マックス。果たしてトーナメントを制し格闘ドリームをつかむのは。3月15日、いよいよ1回戦が開幕。